はい、始まりました。もちしゃね。さあ、はい。はい、田中るなです。はい、ということでですね、ユタボンが高卒認定試験を受けるということで、はい、ライバルじゃないですか、ユタボンね。なんて言ってるの、なんやばい。え、ユタボンね、小学生だと思ってました。死ねつったみたいになってる。ユタボン死ねみたいになっちゃってたね。ユタボン小学生だと思ってたのに大きくなりましたね。高校入りまして、同じ通信ですから。いや、びっくりするわ。結構知らない人いるんだけど、高卒認定って1年生でも受けられるんですか？受けられますって、ね、別に何年生でも構わないから。そもそもこの世の中にはですね、まあ、高校行くのが当たり前だとみんな思ってるから知らないですけど、高1の段階でもう取って終わってる人いますから。早っ、はい、高校1年生の段階で取って、で受験に備えてる。2年間2年間大学受験の勉強だけしてるみたいな人もいます。高校の勉強しないで、そう、もう高卒認定試験取ってその後頭良すぎっていう人もいます。だから学校とか行きたくないって人は、あ、なるほど、そうやっています。だ、周りにもいますよ。高2の段階でも、学校行きながら高卒認定やって、で高卒認定取れたからもう学校行かないとか学校辞めたとかっていう人もいます、はい、なんでどういう問題が出るのかですね、それを解説していきたいと思います、あなたとユタボンのために、はい、見てるのかな、ライバル。まあただ受験案内はね、今日中でございますので。あなた今日申し込んでるって。もうさ昨日やったつもりだったよね。もうメール届いてなかった。4月27日24時までですから、本日までですので、うん、はい、なので緊急に動画で資料請求忘れないように。で、年に2回ありますの で今日忘れてしまったら1回目受けられないんですので、もったいない。はい、で、まあ、1回で取るのは結構難しいと思います、教科数が多い人はですね、うん、で、まあ、ユタボも多分まあ高校、そのメタバースの高校だったんで、うん、高校行きながら、まあ、高校行くって言っても通信だけど、うん、高校でやりながら、その高校で取る単位と高卒認定で取るっていうので、うん、まあやっていくんだと思うんですけど、はい、まあ、あなたは全然学校の単位が取れないということで、国語だけかな、国語と国語と、あったのは、そうですね、国語は取れてたんで、原文も古文漢文の方もあったんで、うん、歴史総合と地理総合もありました。これ取れてない。そうで、やったって思ってるかもしれないですから、あなた受験するのがこっちが受験科目で必要なのに、受験で必要ない科目をこれから取らなきゃいけないんですよ。あ、ということで、公共も必要なのかな、したら公民、うん、で、あとは理科ですね、理科2科目ですっけ、そして英語です。英語は必要ですけど、うん、で、そのじゃあ英語の内容について話していきます。覚えてますか、どういう問題だったか。覚えてますよ、はい、多分うちもうできるよこれ。できるよって、マジで、はい、もうできる、はい、で、まあ動画は第1問だけやってますけど、うん、他の題問解いてるのもまあ希望があったら出します、うん、はい、もうできる、もうできる、はい、これまだ公開されてる試験のやつで、3年のが今後もしかしたら動画出ていくかもしれないので、ちょっと令和2年ので説明していきますが、第1問は文教性問題です。どこが強く読まれるのかっていうやつですね。で、大体対比情報とか進出情報が強く読まれるって、昔のセンター試験に出てたやつですね。これなんかめちゃめちゃ簡単ですね、うん、どれですか、外で、そうですね、ほら、なぜかっていうとね、これこれこうなってるから、こうなってるから、外でサタデーじゃないじゃん、ね、これは。どういうこと、だってウッドは強く発音しないし、 B もオンも普通だし、だったら4番のサタデーのみ。そんな解き方じゃないですよ、ここにサンデーってあるからですね。あ、サンデー、サンデーとの対比、サンデーとサタデーは違うよね。サンデーとサタデーの対比ですね、こういう風に解く問題です。そんな解き方しちゃった、はい、これは第1問。うん、まあ確かにね、助動詞、代名詞、B 動詞、前置詞はよく読まれるでこの問題解けちゃいますけど、うん、簡単。次がいわゆる会話問題ですね。めちゃめちゃ簡単ですね、この問題も。スクールの話でそう、スタディじゃない、一番の。何を勉強したんですか、テラボを勉強したんですか。テラボ、テラボじゃない、テラボ聞いたことあるよ、テラボ聞いたことないと思います、はい、テラボ、テーブル、違います、はい答えは How did you do ですね、どうだったってことですね、ひどかったって言ってます、はい、というのが、またこれが5問あります。会話問題はもう本当基礎的なものばっかりです、はい、で、その後ね、並べ替え問題ですね、はい、ですね、並べ替え問題が3問、うん、これも基礎的なものが基本的には、サムヒア、ペーパー、ヒアオブ、ヒアなんかないけど、まあ、え、これハーをヒアって言うんだな、もうハーオブで、オブなんとかトゥ、オブとトゥ、はい、全然違います。 Teaching her how to prepareSome of her favorite dishes ですね、はい、基本的な文法事項だけ解けます。だからセンター試験よりだいぶ優しいです。で、あの4択の問題ないので、あのいわゆる穴埋めですね、一文あってそれを見ていくっていうのがありません、うん、で、第4問、この文章を見て、で、これの目的が一体何なの、何を意図してるのかっていう。ノーベンバー11月14日なんとかなんとか火曜日、ねね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 ねはい、ねねねねねね4番正解です。なんで分かったんですか。
かなんか、ね、それっぽいもの書いてた。それっぽい、うん、ね、はい、っていうような目的を答えるやつで、うん、で、第5問がですね、空所が1個空いてて、で、文脈に合う単語を選ぶ問題です。文法ではないんですよね。あ、え？インポートメントインポートメントインプロテントインプロ なんていう単語を読んだんだ。インポートメントえ、インポータントを読んだの。あ、インポータント、大切な、ほう、ほう、なんとかほう、インポータント、これハードですね、大変だった、聞いてくんない時は大変だったって書いてある。ハードフォーティン、ハード、 It was hard ですね、大変だった。もうだからまあ初めてじゃダメだよ、単語やってるって言ってたよ。だからまあこれから中学単語ですから、うん、中学単語、はい、髪が多くなってる。そう、え、いや今しかも長くなってる。あ、エクステってやつですか。ロンゲット、ロンゲット、どういうことはい、ラインゲットみたいな、はい、で、6番からが読解です。なんで、うん、まあ、まだあなたがやれるレベルではとてもないんですけど、まあ、ここは最悪できなくてもね、はい、まず第6問が3問付きで、グラフとか図表ですねがあるやつです。めっちゃ長いよ。全然長くないですで、設問は3つついてて、はい、で、まあ、グラフに関するものが必ず1問入ってますね。英語じゃないですか。グラフや、それから設問も全部英語です。で、結構簡単です。やっぱり順番通りに答えてますし、非常に優しいです。で、そして最後が誰か長文読解で4問付きで、まあ誰かの話ですね。誰かのストーリーがあって、それに関してまあ愛って主語になってることもあれば、誰々っていう風になってるのもあって、で、答えがこれも順番通りに出てくるので、順番だからすごく簡単。まあ文節みたいな、文節段落だから、そう、うん、それ要点出てくるってこと。段落ことというか、答えの順番通りに出てくる、うん、で、別に4段落あるとは限らないんで、4もあるけど、3段落の時もあったし、5段落の時もあったんで、なんで段落ごとに出てくるわけではあります。魂に来てるのか、そう言って。いやいやいや、で、レベルとしてはだから準2級ぐらいですね。おお、じゃあこれできたらうち準2級取れるってこと。まあでもスピーキングとライティングあるから、リスニングもあるし全然違うけど、だから取ろうと思えば取れる。で、何割でいいんでした。4割5割。うん、それ1回によって違うんですか。分かんない、分かんないんかい。まあ、5割取ってればもう余裕で受かるっしょって話だから、だからとてつもなく簡単です。だからその英検準2とセンター試験、昔のセンター試験の優しい問題を組み合わせたようなものなので、それを突破できればクリアでございます。ユタボより早く受かったろう。まあ、あなた教科少ない。ユタボこれから高校1年生なんで、受けなきゃいけない教科がすごいたくさんある。ただわかんないですけど、通信で取るかもしれないんで、それらの科目は。まあ、確かに、いや、テスト受けちゃえば取れるもん。通信の方が楽だよ、これは。そう、だからどっちが楽かっていうと微妙ですねだから英語ができちゃう人にとって圧倒的こっちの方が楽です。さっと英検準2級レベルがあるんだったら、パーッとやって、もうそれでいちいち授業を受けないで取っちゃうっていうのは楽、うん、ただ英語が苦手な人からすると絶対授業を受けた方が楽ということです。やばいよ。あなたは授業を受けた方が楽だったと思いますよ、どう考えても。もうなんか留年びっくりしたな留年ねえ、ということなんですよ。なので、うん、留年が嫌ってことなんですね。もう大学に行きたいと、うん、で、高卒認定取れたら辞めれるし、高校なんて。そうですね、そう、そういうことです。だからまあとにかく英語と数学と理科ですから、1回で全部取る気ですか。英数理公共、うん、2回目じゃなくてもう1回目で、うん、1、2、3、4教科、公共入れたら5だけど、公共必要じゃないの。いや、国語はもう取ったでしょって、いらないから。英数社、社会はもう公民でしょ。公共、公共と公共って必要ですよね。間違ってたら言ってください、うん、はい、公共と人間の体と地層と生物基礎、そう、科学、そうですね、こういう科学系というか、あの理科科目2科目、まあ、理科はいける気がするんだよねそしてだって受験するとき理数いらないからな、え、理数、理科も数学もいらないから、で、公共もいらないから、もうさっさと終わらせよう。そう、だから早く終わらせないと受験に必要ないのを勉強しなきゃいけないということで、数学も多分受かると思う。理科と数学は大丈夫。どこからその自信が出てくるのかここもやったんですか、そもそも。やってない。やれ、まあ、数学やった。ああ、やった、うん、ちゃんとできた。資格1だけ、資格1だけかい。資格1と資格2まで違うから、これ、これちゃんと1問間違えなきゃ。どっからその自信が出てくるのか分かんないんだよねちゃんと勉強してください、本当に。いや、本当、英語はもう本当中学から英語ですから、はい、うん、そこで、じゃあ、打倒ユダオンということで、はい、3問目に、はい、本当ですね、ちゃんとやってください、ね、うん、取れるように応援してあげてください。お願いします。よいしょ、ありがとうございました。お願いします、うん、はい、これでもうん、早いね。早い。